はい、速稼塾の久保です。隠居5年目、そして3年でね、1億円以上のお金を一人で稼ぎました。インターネットの力って素晴らしいなと思うんですけども、今回ね、初めてお話しするんですけども、その根底にあったものっていうのは私のね、多分ね、覚悟に似たようなもんだったのかなと思うんですよ。これはね、特に自分を高めたくて言うわけではないんですけども、私はこの腹がくくれてるって言葉、これはね、私は自分自身に誰よりもそうなんではないかなと思うことがたまにあるんですよね。で、今回ビジネスでね、私がなんでね、短期間で多くのお金を稼いで、そして、地元に帰りね、お嫁さんまで連れて行ってね、で、今隠居暮らしという毎日のように、まあ、自由な時間を過ごしているのかと言いますと、その根底にあるのはテクノロジーとか技術とかアフィリエイトとか、こういったものもあるんですよ。 YouTube ってのもあるんですけども、その根っこにはね、私自身ってものがどういう覚悟を持っていたのかってことにも由来すると思うんですよ。で、今回これをね、前置き長くなりましたけども、お話ししようかと思います。で、私はですね、26歳7歳あたりで、自分の勤めていた会社を辞めてですね、そこはもう上場している会社なんですけど、東証一部上場なんですけども、まあ割といいところに勤めたわけなんですよね、私は。で、そこにいると生活は安定して信頼もつくけども、でも自分の人生を生きることがもしかしたらできないんじゃないかなと思いまして、退職したんですね。で、退職して家を出るときに、まあ両親にね、言ったことがあるんですよ。それは何かっていうと、私はもうこれからね、ビジネスの世界で生きていくと、自分は経営者としてこの身をさらして、独立独歩していくんだと。だからそっちが第一番なんで、今日はね、旅立つ前に言っとくけども、もうお別れを言っておくと。死に目に会うつもりはないと。死に目に会う、会わないではなくて、私は自分の人生を打ち立てるまでは、どんなことも2番以下ということでね、そういう覚悟で言ってくるよと。だから、まあね、ちょっとまた涙が出てくるに言いませんけども、だから今日までありがとうみたいなことでね、つらつらと言ったわけですよ。で、あとは振り返らずに出て行ったということですよね。まあその旅立つ時にね、まあこれ持ってきなさいって言って、ちょっとのね、お金とお弁当をね、なぜかくれたわけなんですけども、まあそのお弁当を食べるときはね、まるでスクールウォーズの大木大輔のなんかおにぎりを食べるときのね滝沢先生がおにぎりくれて先生みたいな感じで食ってたようなね、そんなところを思い出したんですけども、まあそういう覚悟でやったからなのかなっていう気はするんですよ。で、これもう一つ、有名人の私がね、なんでそんな気持ちになったかっていう、そのまあ由来の由来があるんですよ。それはですね、コント赤信号の渡辺さんって方がいらっしゃいますよね。その方が細木数子さんの番組に出て、そこでのエピソードなんですよ。いつものように渡辺さんは会場にわーっとね、笑顔で入ってきて、コーラの一気飲みをしたりね、会場の人を笑わせたりとかして、まあ会場をすごく沸かせるわけなんですよ。で、その後トークタイムに入るときに、細木数子さんの席の横にどうもって感じで座ってね、で、トークが始まるのかなと思ったら、細木数子さんがね、台本にないことを言い出すんですよ。それはどんなことかというと、その渡辺さんに対してね、あんたはよくやってねと、あんたは本当芸人魂、これが本当の芸人魂だっていうふうに、なんかいつもゲストをけなすのにすごく褒めるんですよね。それでなんでかなって言ったら、渡辺さんにね、私から言っていいかいっていうふうに細木数子さん言うんで、渡辺さんもその時涙もう号泣でですね、もう下向いてもう顔上げられないわけですよ。で、細木数子さんが、この人はね、たった今お母さんが亡くなったの、でもこの番組のためにそのお母さんのね、その現場に行かずにここに来たんだよって、これがあんた芸人魂ですよ、本当によくやった、でみたいなこと言うわけですよ。で、会場はね、爆笑の雰囲気からものすごくね、静寂に包まれて、お客さんの席からもちょっとね、鼻をすする声とか聞こえてくるわけですよね。私はね、それ見てね、何とも言えない気持ちになりましたね。私はこれほどまでに何かに打ち込んだことはあっただろうかと。もちろん何かに打ち込まないといけないということでも、何かに打ち込むことが美しいなんて差をつけるつもりはありませんけども、少なくとも私はね、自分の突っ張ってきた人生の中で何のために突っ張ったのかなとかね、何のために戦ってきたのかなってことをね、初めて考えましたね。見栄のために欲のために動いたことはあったけども、誰かのためにってことはなかったんじゃないかなと思いまして、自分はこれから一時期は泣かせるかもしれないけども、でも結局打ち立てるものがなければ自分の人生じゃないなと思ったわけなんですよね。まあそれで先ほどみたいな家族との別れのエピソードがあったわけなんですけども、
だから私ね、速稼塾のカリキュラムの中で何度かお話したことがあると思うんですけども、これから3ヶ月間は家族とも別れて、子供とも別れて、奥さんとも別れて、自分一人の時間を持ってくれと。3ヶ月ね。で、3ヶ月私のカリキュラムに打ち込んで、それでね、月収100万なり200万が実現したら、そしたら家族の元に戻って謝ればいいじゃないか、もう一回やり直そうって言えばいいじゃないかというふうな形でね、片手とか片腕を、片手とか片足かをなくすような覚悟で物事に打ち込んだら、まあ何でもできるよと。月収100万なんて鼻くそだよと。そんなことは。でもそうではないほとんどの人っていうのは、営業に行ったら切られるんじゃないかな、友達を失うんじゃないかな、この商品この値段で売ったら怒られるんじゃないかなみたいな、そんなね、ビジネスマンとしては物を売るって当たり前のことすらできないわけですよ。で、ビジネスマンとして当たり前の集客すらできないですよね。集客ってのは何かって情報発信ですよ。人が来るまで情報発信するね。これができないわけですよ。だからこの覚悟の差ってのは大きいと思うんですよ。覚悟っていうと本当にね、小さな数字ですよ。小さな文字で、2文字で済んじゃう覚悟って言葉ですけども、私はそれがね、誰よりもあるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、思えばですね、私もう振り返って自分のね、10代のことを最近よく話すようになったのは年を取ったからですかね。まあ、私は主に10代の頃っていうのは、麻雀か喧嘩ぐらいしかないわけなんですよ。で、喧嘩に向かう時もね、こう奮い立つ気持ちと同時に怖いわけなんですよね。もしかしたら大怪我をするかもしれないし、もしかしたらさせるかもしれないと。もしかしたら向こうはね、大勢で出てくるかもしれないし、武器を持ってくるかもしれないみたいなことも考えるわけですよね。というのが、突発的に起こる喧嘩ってのはそんなに怖くないんですけども、果たし合いみたいなね、何時何分にどこどこでやるぞっていう喧嘩は、なんか怖いわけなんですよ。結構怖いんですけども、逃げてもしょうがないんで学校とかバレて怒られ、何突っ込んできますからね。まあ、ですので現場に行くんですけど、怖いんですよね。怖いんですけども、やっぱその時に俺がやんねえとなとかね、ここで自分の体がぶち壊れてもいいじゃないかみたいなね、ちょっと投げやりな気持ちもあったりとかね、漫画の影響があってねとにかくそういう現場に行くんですよね結構怖いわけなんですよ。今思い出したら本当にね、恐ろしいですね。だからそれで大体このマックスでね、まあ、1対3ぐらいまではあったわけなんですよ。1対3だと私もとても勝ち目がないんで防戦一方というかね、逃げまくる方向なんですけども、でも3人がね、ドーンと来た時に、私はやっぱり腹をくくるっていうね、言葉をその時知ってたんで、腹くくってやるじゃないかみたいなことを自分に言い聞かして、まあ決闘に臨むんですけどもね、まあ、3人いたらでも叶わないですね。3人いたら叶わないんだけども、2人が羽交い締めにして、もう1人が大体こうビンタしたりと、腹をボンボンとかね、腹ボンしたりとかして、で参りましたって言えみたいなこと言うんですよね参りましたって言うわけですよ私はねまあそんな感じでね、もうできですみたいな10代の喧嘩でしたけどもね。だからやる方も腹はくくれてないんですよ、そういうのは。3人いるってことはね、問答無用でかかればいいんですけどもごめんなさいって言えとか言うわけですからね、そしたらパンチの一発も食らわずに済むわけなんですよ。まあ今はどうなんですかね、だいぶ平和になったんで、そんなことはなくて何よりだと思いますけどね。はい、ということでね、腹をくくるっていうテーマ、そして覚悟っていうことでちょっとお話ししてみましたけども、今私はね、家族とそれから両親と毎日ように関わって過ごしていて、とてもじゃないけどね、自分の家族以上に大切にするものはないというふうな考えですけども、一時期はそうではなくて、自分のビジネスが一番でした。まずは自分の生涯年収を数年で稼ぎ取ったんですね。そして多くの人と共にそのビジネスに対して熱い思いをね、ハレーションさせる、そういうふうな仲間、まさに速稼塾っていうものを作って、家族、まさに速稼塾っていうのは家族っていう概念なんですよ。私の肉体的な家族もいれば、生物学上の家族もいれば、精神でつながってね、私が生まれてからその後に選んだ家族っていうのもいて、その家族っていうのは時に離れていったりするんですけども、でも今もね、毎日毎日この動画を見てくださる方がいるということ、そしてまあ吉谷さんっていうのはね、家族の中でもそのすごく吉谷派っていう家族があって、久保派っていう家族があって、で家と家との関わりみたいな感じですよね、きっとね。だからドリアカの皆さんと速稼塾の方々と交流もあるみたいなね、そこにまあ花屋龍馬さんみたいなものが入ってきたりするわけなんですけどね、なかなか面白いなと思います。はい、では今回は以上ですかね。